シャツを着るという日常の行為、大切な人に会うとき、ビジネスに向き合うとき、勝負をかけるとき、新しいジャパニーズジェントルマンをコンセプトに、今年10月、葉山御用邸の目の前にこちら葉山シャツ本店がオープンしました。ああこちらとっても素敵なシャツですね。ありがとうございます。こちら当店一押しの B シリーズ葉山本店モデルとなっております。はい、日本人の凛としたイメージをお作りした一枚になっております。はい、襟元も折り目正しくシャープに仕上げておりまして、ボタンも最高級の白蝶貝で粋に着こなしていただけるようにお作りした一枚になってます。こちらはまさにビジネスシーン向けのシャツということですね。はい、続いてこちらのシャツですが、こちら K シリーズのオーセンティックモデルとなっております。柔らかい真珠を使っておりますので、ソフトな風合いで着ていただける一枚になります。なんか本当に素材も柔らかそうですよね。ありがとうございます。ビジネスでのカジュアル着としてお召しいただける一枚になっております。はい、陳列の仕方もとっても和をイメージされているように感じたんですが。はい、和を意識して陳列しました。こちらとても華やかな印象のシャツですね。ありがとうございます。こちら G シリーズのグランド葉山となっております。襟元から胸元まで1枚になっておりますので、シャープな印象で襟立ちよく着ていただけます。襟先と袖口部分にパーティーポイントとしてプラチナブルーダイヤをあしらっておりますので、自分が主役になれる場所、輝ける場所で着ていただきたい一着になります。葉山シャツはスコットランドのキンロック・アンダーソン社と提携しています。キンロック・アンダーソン社は1868年に創業、イギリスを代表するタータンやキルトを製造しています。イギリス王室御用達の証、ロイヤルワラントが授与されている格式の高いメーカーです。そのキンロック・アンダーソン社の理念を継承したビジネスドレスシャツ、キンロック・アンダーソン葉山シャツがラインナップされています。こちらは何でしょうか。はい、葉山シャツ本店のギフトボックスです。ギフトボックス、はい、はい。今まで男性にワイシャツを送られたことございますか。あ、なんか送りたいなと思っていても、はい、どうしてもサイズがわからないので送ったことなかったんですが、はい、今回葉山シャツ本店からギフトボックスを提供させていただいているんですが、はい、まずお客様に届くとこのような形で届くんですね。これ2種類ありますよね。はい、グレードによって2種類ご用意しております。あ、じゃあプレゼントされた側がこんな風に届くということなんですね。はい、中開けるとなんかいろいろ入ってますよね。はい、まずはこちらのコンシェルジュの方にお電話をいただきます。はい、そうしますと、ナビゲーションに沿ってサイズですとかご希望の柄をお伺いします。ちゃんと中にメジャーも入っているんですね。はい、そうですね、測り方からナビゲートしますので、はいはい、初めてのお客様も、はい、安心してお選びいただけるかと思います。それで柄をお好みのものに決定して、はい、襟のデザインも自分で選べるんですね。はい、お客様ご自身のご希望とあとはコンシェルジュの意見でお選びいただいたワイシャツをお届けできるかと思います。なるほど、それで届いたのがこちら。はい、やっぱりこう自分の意見もそうですけれど、コンシェルジュの方の意見も入ってますので、はい、どんなものが届くのかっていうのはすごくドキドキしますね。そうですね、はい、これは送った側も送られた側もとっても喜ばれる、はい、そんなプレゼントになりそうですよね。はい、ギフトボックスは送るシャツの種類によって2パターン用意されています。切り箱のギフトボックスにはギフト券とナビゲートカード、紙のメジャーが入っています。ギフトボックスに入っていたこちらの切りの箱は使用後はこんな風にはがき入れにもなるんです。ぴったりのサイズですよね。着ることで生きるが実現できるシャツ、コンセプトは新しいジャパニーズジェントルマン。この葉山の地で自分だけの一枚を見つけてみてください。